ってるんだけどさ、経常利益が、そうですね、随分下がってるよな。大丈夫かな、佐藤さんは。経営陣変わってから、随分やり方変えてみたい。ああ、そうか。会社の雰囲気はどうだ。いや、前ほどには、以前だとアットホームがいい雰囲気だったんですけど、ちょっとピリピリしてます。ああ、そうか。困ったな。今後の付き合い方を考えた方がいいのかもしれませんね。ああ、まあこの厳しい状況だけど、我々でこの難局を乗り越えていこうな。はい、社長、どこまでもお供いたします。おお、嬉しいな、細田君。君がいればうちも安心だよな。これからも頼むよ。はい、もちろんです。そうだ、2階で一緒にご飯でもどうだ。あ、いえ、社長、先に少し資料をまとめてしまってもよろしいでしょうか。ああ、いつもなんだか悪いね。いえいえ、社長、おかげで私もいい思いをさせていただいております。食事の用意いたしましょうか。ああ、大丈夫だ。それより、細田君の資料作成手伝ってあげてもらってもいいかな。承知いたしました。じゃあ、ちょっと悪いけど行ってくるよ。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃいませ。できた、できた。おお、あ、おいしそうだ。よいしょ。あ、ちょちょ。だからあなたと二人っきりになれないの寂しい。奥様、僕たち毎日会ってるじゃないですか。そうだけど、できないじゃない。それは仕方ないですよ。じゃあ細田は私とできなくていいの？それは、うん、はあ、おいしい。これ、はあ、癒されるこれ。もはなちゃんが作ったサバ味噌、うん、うまい。はあ、うん、うん、ああ、おいしかった。ああ、料理も上手で気が利く女房って最高だよな。はあ、細田君は結婚しないのかな。あんないい男なのにもったいないよな。ああ、そういえば園田さんとこのお嬢さん、年子のお嬢さんがいたな。ああ、あのジョージさんも気が低いお嬢さんだったよな。きっといい奥さんになるんだろうな。ああ、ちょっと細田君に紹介してみようかな。いやー、きっと細田君も今以上に仕事がバリバリできて、なあ、落ち着いて、あ、もっといい男になれるような気がするよな。あ、ちょっといいなこれ。うん、ちょっと明暗だ。よし、じゃあ仕事に戻るか。
戻りました。お帰りなさい。あなた、ずいぶん早かったわね。ああ、美味しかったから、すぐ食べちゃったよ。もう、ゆっくり食べてくればよかったのに。大丈夫だよ。あれ？美味しいだろ、ピザ。いや、ピザって家で焼けるんですね、本当に。本当にな、花は料理がうまいからな。いや、いやいやいや。すごいですよね。うん、いやでもそれにしても本当な、彼がいてうちの会社も安泰だな。そうですね。あやめてくださいよこの場で。おお、今日は焼けてんな、うまく。本当？うん。あ、火の通りが最高だ。いや本当にでも美味しいですこれ、うんうん。お口に合ってよかった。うまいもください。うん。うん。いやいやいや、今日もみんなで飲むワインはうまいな。確かに。うん、家事もできるなら理想の奥さんかもしれないですね。そうだろう。想像してみろよ。あとは社長の勘、僕頼りにしますか。いや大丈夫だよ。俺に任しとけよ。俺昔合コンによく行ってたからさ、うまくいくコツは分かってんだよ。伝授してください。外堀から埋めていくんだよ。いやいや、まあ俺に任しとくよ。いやどこでみんなだよ。なんだほら、だからさ、すごい熱弁してるな。いやもう年齢は関係なく、ほら細田君落ち着いた女性が好きだって言うから、園田さんちのお嬢さんは若くても落ち着いてるって今言ってるところなんだよ。ああそうね。じゃあまあお見合いぐらいはいいんじゃないかしら。ね、細田くん、とりあえず会ってみるかな。あ、まあそのそうですね、ちょっとそのタイミングとかがいろいろ合えばじゃあ合わせるよ俺が。あ、勘弁してくださいよ。そろそろ僕だって帰りたいんですか。でもちゃんと待っててくれたんでしょ、細田。でもよかったですね、久しぶりに仲に出してもらえて。え？今日は細田に最初に出してもらいたかった。でもすごく気持ちよさそうな声出してましたよ。聞いてたの？まあ、はい。戻りました。お帰りなさい。社長、花岡ホールディングス厳しいとは思ってたんですけれども、すいません、すんなりまとめました。うお、本当か。はい。おは、よくやってくれた。僕もびっくりしたぐらい、すごい好感触だったみたいで。ああそうか。いや本当によくやってくれたよ。ああよかったよかった。本当によかったです、ね。うん。どうだい、今日も上で飲まないか。え、今日もですか。社長、毎回そんなに誘ったら悪いわよ。ダメかな。あ、いえいえ、そんな、ぜひ飲ませていただきます。あっ、そうか。あ、じゃあさ、今日ウイスキーあげちゃおうよ、ウイスキー。飲んじゃおうよな。はい、お願いします。社長、いいんですか、起きれなくなりますよ。あ、そうだ、止まってっちゃうんだよな。大丈夫。
大丈夫のほうがもう大丈夫だから社長、またね行って。おー、遅くない、飲むぞ。明日休みっすかな。いいね、今日は楽しみだ。